今日もテストを受けてもらうわ。今日も今日とっておっきらクランチ。なっ、ま、付き合ってやってもええで。あー疲れだわ。トリアルだな。よし、腹ごなしにアリーナで頑張っちゃうぞ。今日は訓練の内容を教えてもらえなかった。とにかく用心していくに越して。今日もアリーナでキャンサーと戦ってもらいます。待ってました。これでなんとかならない？ふぅ、いいね。ヤバは貴様の邪魔をさせないでっけ。頼もしい。砕けろ。そこでけ。なんのでけ。どう
入った方がいいんじゃない。この辺から厳しい。チャンスだ。ここらで回復完璧か。これをどう使うかだな。砕けろ。その攻撃は有効じゃないみたいな。消え失せろ。よっ、待ってました。左の魔術師に任せるがいい。はい、そう、これだんだん難しくなってきた。レベルを上げなきゃいけない時期。よっこらしょっと。さっさと終わらせようではないか。行きます。やるね。そこだ。一気に行こうぜ。これをどう使うかだな。これでどうでしょう。すごいわ。どうだ。
まだまだね。これが戦場だったら確実に命を落としていたわ。このまこれあなくても進むのこれどういうシステムなのこれ。ただこれやべえぞ。ねえねえ、みんなこれからしろ。ただこれ多分絶対にクリアしなきゃいけないじゃなくて、訓練した方がいいぞこれ。これ6まで行きたいけど何かで鍛えた方がいいな。俺いいな。ちなみにみんな学級経験は一切ないですね。あるかいな。ゲームばっかしてたし。これ夜じゃないよね。あったかな、あまりの衝撃で。あれの衝撃で頭がもう。なんだこの記号や。まあ入って入って。なんじゃねえよ。あ、このより自由時間で何かやることやらないとダメだな。意外とやばくなってきたな。レベル上げなきゃダメじゃん。何のキャラしたいでもういかないから。私のあれって切れ味がいいのか。なら自信を持って見せに行こう。アリーナで訓練しよう。いや、また今度にしよう。響きを感じます。アリーナで訓練。ダメなのこいくん。どれ見せてみろ。お、何ができる。花巻にしっぽく、しっぽく一つこしらえてくんね。寒いな。今夜は大変お寒うございます。どうで商売は。お前は何をやっているんだ。切れ味のいい妖精。そんなものを見たいと思ったか。しかも一番ベタな時そばじゃないか。切れ味もクソもないわ。自信あったの。今まで受けてきたとでも言うのか。披露するのは初めて。初めてでよく時そばなんてぶっこんでくる気になったな。一周、いや百周ぐらいして逆に面白くなってきたみたいな。つまんないだろう。百周もしたらもう古典の域だろう。そのいぶし銀な感じがたまらないんじゃん。くだらんわバカらしい。もう帰れ。切れ味のいいあれか。仕入れ先としては図書館が適切だろうな。え、うん、いいの。うん、そういうことか。どれどれ。やべえ、これは面白い。腹がよじれていて。
書館空いてるかな。またお前か。今度こそ切れ味のいいあれを見せる気になったか。うん。お前のあれは特殊だからな。興味が尽きないのだよ。どうしたんだい。怖いものを思い出しちまった。それはなんだい。ぜひ教えてくれよ。まんじゅうが怖い。まんじゅう怖いだろ。え、よく知ってんな、その若さで。それが響くと思ったか。時そばと同じ過ちを犯してるだろう。見せる気がないんだったら帰れ。もう持ちネタがないんだ。期待に応えられなくてごめん、ひぐみ。ん？何後ろ振り返ってんの？いや、お前の言うひぐみんとやらが後ろにいるのかと思って。ひぐみんはひぐみんじゃん。まさかこの私のことか。うん。かわいいじゃん。なんだこの感情は。てれ。それはない。ああ、これは屈辱だ。長く味わってなかったから忘れていた。思い出せてよかったな。お前は人をイラつかせる天才だな。それで採用されたか。キャンサーをもイラつかせてトム食いさせられると軍は考えたか。だが残念、キャンサーはトム食いはしない。また切れ味のいいネタを仕入れたら店に来るよ。そんなもん見たいと思うか。切れ味のいいネタって何だったんだろう。わかんねんもん。切れ味だからいい。ヒグミンを誘ってお風呂に行こうかな。ヒグミン、一緒にお風呂行かない？交流で、なんか風呂入って、なんか夜みんなの宿舎で、なんか寮で話終わりって。全然印象が変わる。どのようにだ。ヒグミンという愛称がぴったりなプリティな女の子に。こんな恥辱は初めてだ。一生風呂に入らずにいよう。臭くなっちゃうじゃん。科学者なんて大抵研究に没頭しすぎて気の身気のままで臭いものだ。そんな可愛いんだからもったいない。洗ってあげる。くっそ、力だけはバカみたいに強いな。オレンちゃん負けてもストーリー的には進むってことなのかな。負けてもストーリー進むんだ、もしかして。好きにするがいい。負けても多分進んでるみたいだな。わかんねえ。いい湯だな。わかんないんだけど、最後の1の12だけ戦うのかもしれないけど、本当にチュートリアル的な感じなのかな。負けたけど、済むんだろうな。この一章は。一章から戦いが始まるような。また寝られるところだった。なんだよ。イチャイチャしたいんだったら、二人きりの時にしてくれ。みんな見てるだろう。そんな関係持ったことねえから。お前らもそんな目で見るな。ねえから。おい、かやもり寝るな。今日こそお勉強会。いや、楽しくも壮大な地球のお話だ。いつまでかやもりって呼ぶんだよ。ルカって呼んでくれなきゃ寝る。なんでそんなすね方する。
お前らもそんな目で見るな。ねえから親子。待てルカ、待て、寝るな、少しだけ我慢しろ。ユッキーがそこまで言うなら、なんで私はこんな必死なんだ。おいしょ。それがお前の役割だ。なら素直に聞いてくれ。それができたならやってるさ。こんな世界でまともでいられるってかよ。お前のデタラメ具合とこの世界の危機とは全く無関係な気がする。みんなの体調なんだから教えてあげなくちゃ。さすがカレリン。何何何教えてくれるの。いきなりお目目がパッチリ開きやがった。くっそ腹立つけど、話してやるか。電子軍人手帳でも確認できるな。この画像を見ろ。バカップルの自撮りに見える。バカップルの自撮りだよ。だけど背後に隕石らしきものが映ってるだろう。なんてことない画像だけど、数年前は最重要機密文書だった。こいつを見てしまっただけで政府当局から延々と追い回されるくらいのな。そんなすごいのか。こいつは地球に落ちてきた第1号のキャンサーだからな。同様の小型隕石らしきものが世界各地の14カ所で確認された。現代の科学力でも隕石の接近を完全に察知できるわけじゃない。この写真にしても誰も知らないうちに地球に降下してたのが後で判明したってパターンだ。それを撃ち落とせず地球に侵入させてしまった時点でもう手遅れだった。そいつらは地表と衝突してそのまま地中にずっと潜伏してたらしい。誰も気づけなかった。決定的だったのはメキシコで見つかった新種生物の抜け殻だ。地球の生物史には存在しえない未知の DNA 構造をした生物で、ミッシングリンク解決の手がかりになるんじゃないかなんて当時は騒がれてた。だが隕石が落ちてきてから10年後、世界中でほぼ同時に地中から未知の巨大生物が現れた。小型のものでもどんな昆虫よりも大きくて凶暴、生き物を襲う習性があった。そしてより知能の高い動物を狙う傾向があった。虫類よりも小動物。わかるだろ。最終的にこいつらは人間を襲うようになったんだ。一番知能の高い生き物を狙い始めたってことか。そう、キャンサーが不死身に近い生物だってことは聞いたな。うん。破壊できたと思ってもごく短時間で蘇生する。それでも小型の個体であれば活動を停止させた隙に拘束するくらいはできた。だけどすぐに大型の個体が出没する。夜の会話だよね。それすら難しく、夜の会話だよ。毎回夜の会話、ライフっていうのを使わないと取れない。もう駆除することができないから。あ、今のデイ2から12までは夜中心だ。ついでブラジルに生まれた。それぞれのデイの括弧には昼の会話が中心のアドレ出せばいいんじゃない。南アフリカ、ついでブラジルに生まれた。群れの通った後には何も残らない。通常の火力は全く通じないから、できることといえばせいぜい奴らがより大きな群れを形成するのを邪魔するくらいだった。南アメリカとアフリカがキャンサーの支配地域になるのに3年かからなかった。今は北アメリカとヨーロッパが前線になってる。日本はまだマシな状況ってわけか。そこがポイントだ。キャンサーは水を苦手としてるんだよ。だから海を渡ってくることはできない。だったら日本は島国だし、外からキャンサーは来れないんじゃないのか。確かに他の国のキャンサーが来ることはないけど、違うんだ。日本にも隕石は落ちてたんだよ。そしてマザーキャンサー、キャンサーをどんどん生産する大ボスが今もキャンサーを生み続けてる。
落ちたのは北海道と九州の2カ所よね。北海道の方は何年か前にセラフ部隊が制圧したけど、九州のマザーキャンサーは今も健在。相変わらずお前は司令官の話した情報しか言わないんだな。ま、とにかくマジで滅亡5秒前ってのが今の人類が置かれている状況だ。セラフはそんな状況で実戦投入された。まさに救いの天使様ってわけだ。やっぱ寝てるか。こっちも寝言ね。堅苦しく話しすぎたかな。でもルカさん、途中まで頑張ってた。何度も目をこすって寝ないように寝ないようにって。目のこすりすぎてまぶたが切れて途中から血の涙を流していた。ええ、そんなすごいことになってる相手に話し続けていたのかよ。きっとユキさんが話してくれたから。どうだか、今度は疲れてない時にしてやらなくちゃな。セラフは天使さん。え、最後まで聞いてた？みたいね。はい。曲げたっとこれ進むのか。あ、6までいかないとオートができないからな、どっちにしろ。当面の目標は6。いえ、地味だけど、6。オートが使えるか。そうです。来るんで、めんどくさいからオートがない。